わお、すげえな。娘の大好きな動物なんだ。これまでに最も民衆の心を掴んだ動物といえばやはりパンダだろう。すごいねこれ。まあ猫と犬は別としてね。奴らを首位から下ろすのは可愛いクマってだけじゃ無理だろう。知ってるかい？中国や世界中で必死の保護活動が続いたおかげでパンダはもう絶滅危惧種ではなくなったんだよ。素晴らしいことだ。だがまだ危急種であることに変わりない。だから懸命な保護活動の一端をこの動物園で担えるのはとてもラッキーで名誉なことなんだ。そうなんだ。我々の評価、つまりメンテナンスを担当する君への評価はパンダにかかっている。パンダにかかっている。一般的なメンテナンスも含めてね。これ他の動物かわいそうやん。パンダたちを幸せにしてやることがどれほど重要か。いやいやいや、他の動物も重要だよ。世界中の視線が君に注がれているんだ、友よ。そもそもナンシーの視線の圧はすごいだろうけどね。友よ、パンダだけじゃダメでしょ。他の動物もだよ。中国へようこそ。中国へようこそ。わお。新しいパンダ記念動物園よ。実際新しすぎてまだ全部できてないの。まだ全部できてない。詳しくはまた後でね。まずは園内ツアーと行きましょう。行きましょう、園内ツアー。すげえな。この動物園の建物がいいね。メインアトラクションはもちろんジャイアントパンダよ。しかもラッキーなことに数日前に生まれたばかりの赤ちゃんがいるの。見に行きましょう。お、ほらほら、照れてないでパンダの赤ちゃんを選択して。いやダメでしょ、パンダだけのこと考えてダメだよ。他の動物も考えないとかわいそうやん。うわ、めっちゃ、なにここ、ここから行けんの？あ、なるほど、後ろからこうやってね。めちゃくちゃ天気悪いけどね。他の動物泣いてるべ。パンダだけじゃさ、いや、パンダもさ、それは重要だよ。ね、まあ動物園を経営するためにはやっぱ、パンダはね、客寄せパンダ的なね、それは必要だからさ。まあまあまあ、それはね、言ったらそれだけどさ、いやいや、他の動物を考えないでパンダだけっていうのはちょっとダメよ。それは俺はダメだと思う。すげえな、これ下もあんだ。わーお、すごいね。癒されるわね。かわいすぎる。いやいやいや、なんでしょう。他もさ、アイルロポダメラノレウカは唯一完全に草食のクマだって知ってた？一日になんと38キロもの竹を食べるのよ。肉食べるというとこ見たことないもん。一日14時間むしゃむしゃ食べてるっていうのも納得よね。このおちびちゃんに納得の可愛さだな。これはでも信じられないけど納得の可愛さだな。今飼育員から報告が来たんだけど、セーブルアンテロープが1頭検疫所を通さずに飼育員が入れられてしまったの。それで病気の兆候が見られるんですって。あの子を検疫所へ入れて他の動物たちへの感染を止めなきゃ。これハイライトされた飼育エリアへ行き、感染した動物を探して選択するの。これなのよね。そして情報パネルを起動して。めちゃくちゃ泣いてるよ。でもこれはでも官房長官もな、官房長官も官房長官だな。いやでもパンダかわいいな。音楽はどうなの？パンダにとってこれはめちゃくちゃ音鳴らしてるやん、雰囲気出すために。アジアの曲流してほしいな。あ、でもこれすごいな。ちょっとアジアのあれも作りたくなってきたけどね、これだと。やっぱなんか雰囲気があっていいっすね。他のあれとは違う雰囲気があってかなりいいっていうのはあるね。さて。お、なんだこれすげえな。この屋根もすげえな。これが中国だな。で、ここに行けばいいのか。そう、今度は移動をクリックして動物たちを検疫所に移動させて、動物園内の検疫所をハイライトしておいたから。そうそう、検疫所に移動して、これ誰を移動させればいいんだっけ？病気のどこにいる？1匹しかいないのか？1匹しかいないの？これはぽいね。これを、移動させればいいのかな。移動でどこにか遠いね。ここに検疫所に移動させると。これが検疫所なのか。すげえな、これが検疫所なのか。すごいな、中国。獣医外科を建設してアンテロープを治療し、飼育エリアへ戻してあげましょう。建設してほしい場所はすでにハイライトしてあるから、そこへ向かいましょう。獣医外科を建設するためには、施設、スタッフの施設、獣医外科の順にクリックして。はいはいはい。で10、これ置けばいいね。あ、なんか置けない。カクカクする。なにこれ、なにこれ、え、これか、まあ、大きくなってくるとグループが必要になってくる、あるのかもしれない。これでここに設置と。なんで設置できないんだ、おかしくないこれ。もう今中にさ設置したいんだけど、これをさ一旦移動させないといけないんだよね。 M で移動。あれこれ X できないじゃん。これ今移動させない方がいいな、バグるな。やめとこう。完全におかしい位置に設置しちゃったけどね。なんかガラガラガラって バグってさ、設置できなくなるんだよ。グループめんどくさいよね。立ったけどこれ、これダメ？ダメなパターン。お、やってるやってる。ああ、よかったよかった。やばいやばいでしょこれ。なにこれ、設置したことになってないの、マジで勘弁して。中に置きたいのよね。ただ中に置けないじゃんこれ。なんでこれこう置けないんだろう。ここにじゃあ置くじゃん、まず置けないのか。配置できませんってさなるんだよね。高度なあれで移動させたいんだけど移動できないんだけど、どうすればいいんだこれ。あ、これか、これがグループなのか。なるほどね。これで OK だ。そうそう、こういうのが欲しかったんだ。あ、これね、ここね、なるほどね。獣医外科は動物園で非常に重要な役割を担っているわ。ここでグループ選択肢はここでしか動物の治療ができない。アンテロープを診察する場所を確保できたら、獣医が検疫所から獣医外科へ移動させてくれるわ。隣り合わせにしていた方がいいなこれは。水を定期的に掃除していなければ、病気はいとも簡単に広まってしまう。水か。ちょうど今水処理施設の一つが故障して、フラミンゴとイリエワニがいる飼育エリアの水が汚れてしまったという報告があったの。水処理施設をハイライトしておいたから、現場へ向かって確認してきて。黄色くなってると壊れてるんだっけ？黄色くなってるね、水が。いや動いてるって書いてあるけど、ここ？水処理施設をクリックして情報パネルを開いて。あ、壊れてる。この整備士、さっき言った通り整備士がこういうのをやるから、整備士はこれと壁の修理かな、基本的にやるのは。治ったね、治った。黄色になると治るんだね。これで水処理施設の修理は完了。わお、雪降ってきた。わわわ、すごい。整備士に頼めば電力施設、移動系ライド、ゴミ箱、ベンチ、看板、それからご存知の通り飼育エリアのフェンスも修理してもらえるわ。骨大事よね。正直言ってこの間の病気のことがまだ少し心配なの。だから研究した方がいいと思う。これ病気の研究が進むと今後その病気の発生を抑制することができるし、たとえ発生したとしてもはるかに軽症で済むの。気管支肺血症菌病の研究を開始してほしいの。病気の研究は獣医の研究内で見つかるわ。早速研究センターへ向かってその研究を進めている獣医を捕まえてきて。気管支、これだね。動物が病気にかかる可能性をやっぱ下げるんだね。うん、で回復期間を短くして、もしかかったとしても死ぬまでの期間を延ばすことができる。ただやっぱかかっちゃうともうダメっぽいな。それにかかる前にやっぱり早い段階にね。これでドラッグ&ドロップ。おー、レッサーパンダとかもいるんだ。ニホンザルもいるね。ヘビも。これなんだ、ワニが。ワニいるんだね。オカピ。フラミンゴもいる。ちょっと見たことない動物がやっぱいるね。コピオンもいるんだ。上手よ。研究が完了すれば、あの病気をすぐに追い出すことができるはず。